1960年代に開通した区間。2019年の白根バイパス開通以後は、国道8号の指定から外れた国道8号、白根道路改良は、1960年代に行われた、当時の新潟県西貫原郡、黒崎村大技大野から、白根市、大技白根を経由して山条市大貫島に至る、国道8号の整備事業。 本事業着手前の国道8号は、中野口側の堤防場や白根市街を経由する経路が設定されており、非常に狭隘であった。そうした中、東京、新潟間を時速70キロメートルで、約5から6時間で結ぶ舗装道路の建設が構想され、白根市付近の区間では1961年より、振動の整備が開始された。新国道と呼ばれた。 この道路は1964年開催の第19回国民体育大会までに開通し、経路は当時の白根市内だけで 3.2km 短縮された。新国道の開通以降、沿線では開発が進んだが2車線であることに加え、交差点が短い間隔で設けられており、交通量の増加も相まって、特に白根北部の住宅地である大通りから上塩田原に、 かけてと、白根中心部の穂坂からと頭にかけてのに、区間においては渋滞や速度低下が慢性的に発生するようになった。この対策として、道路幅を拡張して1車線あたりの車線幅を拡幅し、歩道を増強する工事が行われたが、特に、白根市街近傍の区間については、バイパス道路、白根バイパスの整備が行われた。大通付近では、 路側放送が放送されている。なお、設備の老朽化などのため2007年7月1日付で一旦休止され、同年11月下旬から設備更新工事が行われ、2008年4月1日に再開された10月より再開。また、2006年3月までは2時間ごとの更新であったが、同年4月より10分ごとの更新となっている。 中野口側に架か,かる大野大橋は2車線しかなく、老朽化していたことから、2005年に4車線の公共に架け替えられた。三条バイパス白根道路改良、白根バイパス白根道路改良、大野道路改良。ありがとうございます。